FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病棟の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では本日も始まりましたメンヘラジオ第13回の放送となっております。13、やったー。はい、こちら今日の放送がね、あの、うん、年内最後の、放送となっておりますので、はい、うん、皆さんね、今年はどういった1年だったでしょうか。うん、なんかいろんなことがあった1年だね。うん、ああ、そうだね。うちらはそうかもね。バタバタ、後半がバタバタしてなかったか。いや、半ばぐらいからだよ。半ばぐらいからか。具体的に言うと、そうね、5月ぐらいからだな。あ、そっかそっか。5月ぐらいから健太さんはいろいろと動きがあった1年になりましたけれども。うん、はい。本日がですね、うん、先ほど年内最後の放送回と言いましたが、はい、収録自体はまだ年内やります。12月、はい、今日は13日火曜日なのでね、はい、はい、今日は外がね、うん、結構涼しくて肌寒い気候になってますね。ほら、長袖。沖縄もね、ようやく冬らしい気温というか、冬らしい景色がね、過ごしやすいな、うん、気候になってきましたけれども、風とかね、皆さんお気をつけて、うん、ね、うん、今年も終わりに近づいてるのにちょっと体調崩したりしたらね、うん、もう大変なので、なんか嫌な、ね、気分で1年を終えるっていう可能性もあるからね。そうそう、終わり良ければ全てよしということで、そうそうそう、終わりを良くしていきましょう。うんうん。で、まあ今年嫌だったなっていう人もね、うん、年明けてからね、また新しい1年が始まったら、また流れがね、うん、変わるかもしれないんで、うん、はい、来年はうさぎ年ですか。確か、はい、来年はうさぎです。ぴょんぴょんの日ですけれども、飛びましょう。そうね、飛躍の年になればいいかなと思っております。うん、はい、では、本日も短いお時間ですが、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、では本日のテーマを発表したいと思います。はい、本日のテーマ、2022年今年のあなたの漢字。パパラパラパラー。はい、毎年ね、発表されている今年の漢字ですけれども、うんうん、ちょうどね、収録日の前日、12月12日月曜日かな、うん、に今年の漢字が発表されまして、はい、今年の漢字は、戦うという字、戦。あ、当てたかったという字に、クイズ出せばよかったか。知らなかった。はい、戦うという字に決まったそうです。なるほど。うん、なんでかわかる？うん、なんか、これあれかな。クイズ出したよ。コロナとかと戦うみたいなことかな。あー、どうなんだ。まあ、でもそこももしかしたらね、ウイルスとの、人類との戦いっ
ていうのもあるんだけど、それってね、でも言うたら2年3年前ぐらいから、そうだね、そうだね、今年に限らず、今年に限らずっていうところもあるんだけど、今年に関してはね、やっぱりロシアによるウクライナ侵攻とか、 あと北朝鮮のね、最近もう頻繁にミサイルボンボコ撃ってるやつか、そう相次ぐミサイル発射っていうところがね、侵攻の大きな理由になったそうですけれども、うん、そうなんだ、うん、まあこのようにですね、今年1年何が起こったかっていうところも鑑みて、うん、こういった漢字は今年の漢字っていう感じ形で漢字っていう人、うん、で決まるんですけれども、うん、それで個人的にね、自分の1年を振り返ってみて、うん、今年の私の1年を漢字一文字で表すならこれかなっていうのをね、うん、それぞれ、お聞かせいただければなと思って、うん、こちらのテーマにしたんですけれども、はい、まあ、タイミングもあったからね、うんうん、昨日発表っていう、うんうん、そしたら、いくつか、メッセージ、いただきましたね、いただきましたので、皆さんの今年の漢字をちょっと発表したいと思います。はい、はい、ではまず僕の方からいきます。はい、ラジオネームハトさんからいただきました。ハトさん、ありがとう。今年の漢字一文字は、はい、せいです。ばん、あこうしてこうしたらいいのか、はい、なる、平成のせいっていう字ですね。はい、はい、成功だったり成長だったり、うん、何かになりたかったり、うん、身の回りにせいがあふれている一年でした。うん、今年も1年お疲れ様でした。来年もまた楽しんでいきましょう。そのことです。あ、うん、成長とかか、そう、ハトさんはね、いろいろ、まあ比較的良かった年だったっぽいね。うん、なんか自分の成長を感じられたり、うん、何かに挑戦してそれが成功に結びついたり、うんうん、ただまたね、その反面、こうなりたい、ああなりたいっていう思いが、うんうんうん、一生懸命悩んだんだね、きっと。そう葛藤しながらも成長できた1年だったっていう感じかな、うん、もしかしたらね、うん、うん、では続きまして、はい、はい、ラジオネーム漆黒の溝に刹那として返り咲くのは、虚構に潜む自我の崩壊並びに暴走を阻害するため、ゆえに赤月さんよりいただきました。ほう、長いね、赤月さん。はい、赤月さん、久しぶりに、はい、メッセージいただきました。ありがとうございます。はい、はい、エピソードの方ですが、はい、僕の2022年の漢字は、うん、縁です。人の縁とかね、はい、うん、依存症の回復施設からの卒業で、うん、沖縄でできた仲間とのつながりを深く感じました。うんうん、そして新しい地、大阪での就労移行支援 B 型事業所での利用者との出会い、うん、今年ほど縁を感じた年は初めてです。これからもたくさんの出会いがあるでしょうし、人々との縁を大事に生きていきたいと思います。うん、とのことです。素晴らしい。うん、漆黒さん、うん、暁さんか、うん、暁さんはね、僕がね、11月までお世話になっていた、うん、依存症の回復施設、うん、で、僕の後にね、うん、そこに入所してきた、うん、まあ、通所型の依存症の回復施設だったんですけども、うん、言ったら年下のね、うん、男の子なんですけれども、うん、同じね、僕と同じギャンブル依存症でね、うん、2人で、なんていうのかな、依存症あるあるじゃないけど、パチンコのね、パチンコパチスロのことをお話し したりさ、長井さんだったのかな、うん、そう、すごく慕ってくれてね、うん、うん、健太くん呼んでくれて、なんかジャニーズってさ、先輩のことくんづけて呼ぶじゃん、うん、なんか年上のジャニーズの先輩になった気持ちで接してたけど健太くんってそう、うん、今はね、この子もね、10月だったかな、10月か9月で、沖縄にね、2年3年ぐらいいたかな、うん、それからちょっと回復施設を卒業して、うん、地元が和歌山なんだけど、関西の方ね、うん、で大阪に新しく、一歩踏み出して、生活の拠点を移してね、うん、新しい一歩を踏み出してるということで、うん、
応援する。そうね、うん、すごく僕もあの応援してるんで、またね沖縄に来た時にちょっと遊んでたり、僕らがね大阪行く機会があったらなんかあっていろいろねできればいいかなと思ってるんで、うん、はい、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いて夏美さんの方。はい、続いて夏美さんの方から。はい。はい、ラジオネーム佐藤さん。はい、佐藤さんありがとうございます。私の今年の漢字は変。変わる。はい、変化の変ですね。変かな。はい。年明けに今年の年だね、うん。今年の年明けだね。きっとね。うん。年明けに仕事も変わり、それから部署が変わり、うん、仕事に対する気持ちと取り組み方も変わったし、思考もいろいろと変わった一年でしたということです。はい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 。新しく職が、仕事が変わったと。うん。うん。丸々変わったのかな、なんか職種がね。うん、そうなのかな。うん、きっとそうかもしれないね。もう、バーって変わったんだね、いろんな、うんうんうん。部署も変わりって書いてあるから。ああ。まあ、変化があるとね、生活に変化があると、うん、やっぱりいろんなね考えることもそれは変わるだろうし、うんうん、いい方に変わってるのかな、うん、これを選んだってことはきっと、うんうん、なんかあれなんだよね、よくねあの私のお世話になってる金浜さんが言うけど、うん、大変っていう字、うん、大きく変わると書いて大変って言うんだけどね、うんうんうん、大して変わらないって書いても大変なんだよね、うん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 、だから変わったようで変わらないものもあると思うので、うん、それは大事にしつつ、うん、いろいろ変わって変化の年になったってことなのかなって私は思いました。ああ、なるほどね、うん、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、続いてのラジオネーム、はい、夢をつかぽんさん。あ、夢をつかぽんさん、いつもありがとうございます。はい、今年の一文字は、はい、晩禅、禅です。座禅とかね。うん。禅。そう、自然の摂理の中に真実の声を聞くこと。うんうん、今年は戦争など暗い話題が多かったです、うん。みんなが当たり前のことに日々感謝して、今後平和な世界になってほしいという思いを込めて、禅という文字に決めました。とのことです。禅ね、うん。ちょっと仏教とか、ああいう、なんていうのかな、禅を組むとか、うん、座禅とか、座禅とかの感じがすごくするけど、うんうん、なんか夢をつかぽんさんはね、うん、あの書道っていうか筆ペンで文字も書くっていうことも始めたらしくてですね。あ、なんか最近おっしゃってたね、うんうん、それをね見せてもらったりしましたよ、うんうんうん、なんか公園に行って書いてるって言ってたね。そう、それがなんかすごく心が落ち着くっていうか、うんうん、自分の時間、大切な時間だって言ってました、うんうんうん、なんかでも雰囲気でも合ってるね、この感じね、つかぽんさんの禅、うん、いいじゃないでしょうか。夏美が書いたんだけど、これ達筆じゃない？結構上手くない？はい、ちなみに YouTube をご覧の方は、あ、そうそうそう、あの夏美さんが書いた漢字が、うん、見れるからね、それぞれのねエピソードにあった漢字を夏美さんが YouTube の人に見れるように書いてますんで、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは夏美さんの今年の漢字も聞いておこうかな。夏美さんの今年の漢字聞きたい、はい、2022年を総括した漢字、今年の漢字は何でしょうか。夏美の漢字はボン。ボンって言ったらなんかもう書く、書く、描く、描く、うんうんうん、これはね、あの、うん、とにかく漫画を描いた、漫画を描いた1年だったっていうこともあるんですけど、はいはいはい、あの自分の未来のね、今後夢を思い描くみたいな。ああ、なるほど、そういう機会があった、そういう機会があった、たくさんあったってことかな、うん、まあそうね、夢を描くっていうところで言うと最近、まあ直近で言うとね、あの、うん、これまで夢を描いていたテレビ出演みたいなことがね、うん、あのまだ放送はされてないけれども、うん、収録させてもらってね、そういう意味では描いた夢がちょっとずつね現実に夏美さんは近づけるように日々をね、うん、過ごしているわけですけれども、そうです、うん、漫画描いててしんどいこととかはありませんか？大丈夫ですか？漫画は、しんどいことあります。お、自分の実体験を描いているので、そうね、結構
それをまとめて本にしたいなと思って今頑張って書いてるんですけど、うんうん、そうね、トラウマのこととかね、病気のこととかもね、書くことがあるのでね、うん、その時はうーってなりながらもね、うん、健太さんに助けてもらいながらね、うん、なんとかやってますよ。そうね、いいことだけじゃなくてね、うん、自分が受けた嫌だったこと、悲しかったこととかも、やっぱり残したいっていうところでね、夏目さんの、うん、思いのままにね、うん、体験談として描かせてもらってます。そうそう、エッセイ漫画って言ったらいいのかな。そうだね、そんな感じで、なんていうのかな、ノンフィクションで夏美さんは体験談を漫画に書いてますので、うん、これがね、なんていうのかな、うん、書籍化、うん、を目標に今ちょっと書き溜めてるというかね。そう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 、うんうんうん、頑張って書いてるです、うん、もしかしたら早ければ来年中に、もしかして年明けてね、2023年中に出せたらいいな、何かしら発表ができるかもしれないっていう感じではあるんで、うん、皆さん、夏美さんの漫画の方も来年ね、うん、ぜひ楽しみにしていただければ、ラジオ内でね、なんか発表できたらいいね。うん、そうだね。うんうんうん。それ目指して頑張るよ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではこちらか、ここからはね、はい、楽曲紹介のコーナーへ行きたいと思います。はい、楽曲紹介。はい、本日、曲を紹介していただくのは夏美さん。はい、タイトル、歌手とタイトルの方をお願いいたします。はい、歌手はレオナさんで、はい、タイトルは生きてるだけで偉いよという曲。お、まあ理由とかは、この曲を選んだ理由とか後で聞こうかな。はい、はい、では皆さんお聴きください、レオナさんで生きてるだけで偉いよ。はい、流れてます、生きてるだけで偉いよっつって、うん、流れてますね。ちょっとなんかメス語りかけるような、うん、弾き語りじゃないけどね、うん、語りメッセージを届ける感じの曲にはなってるんですだけどもね、うん、気になる人は YouTube 見てね、 YouTube ではちょっと流せないんでね、うん、気になる人はレオナさん生きてるだけで偉いよで検索してぜひ聴いてみてください。聴いてみてください。そこで、はい、はい、ケンタさんの今年の一文字も聞いてみたかった。はい、そうね、俺の今年の一文字はね、うん、佐藤さんと一緒なんだよね。俺も変化の変。変。うん。変態の変でもあるけど、ね。うん、変態だった。変人の変でもあるんですけれども、うん、なんでこの感じにしたかなっていうと、うん、やっぱり僕はね、いろいろ環境がもう変わったんで、那覇に住んでて宜野湾に移り住んだっていうのもそうですし、うん、夏美さんと結婚したっていうのもね、大きな変化ではあるし、うん、何よりね、まあ結婚を機にね、名字が変わったと、うん、はい、長男なんですけどね、久貝っていう名字だったんですけど、久しぶりに貝と書いてね、うん、中村に、名字が変わりましたと。はい、はい、母親にはね、なんで帰るのって言われたんだけどね。そうだよね。そうそうそう。弟とかもね、すいません。長男名前、名字変わるのみたいなさ。すいません。沖縄はそういうとこあるからね。でもね、はい、やっぱ名字が変わるとね、いろいろね、名刺と、名刺じゃない。免許証とかさ、通帳のね、名義とかね、いろいろ、変えないといけないね、ものがたくさんあるから、うん、その手続きが煩雑すぎてね、ちょっと夏美さんにはちょっとしんどいだろうなと、うん、だから、うん、まあ結婚するときは俺が名字変えようかなとは常々思ってたから、うん、まあ俺としては自然な流れではあったんですけどね、うんうん、まあそのこんなで環境も変わり、住んでる場所も変わり、うん、こうやってね、ラジオとかもやるようになってね、うん、うん、何よりね、うん、嫁が変ですからね。嫁が変、はい、嫁が変人ですからね、変わってますからね。変わってないよ、はい、普通だよ。あとね、嫁がね、変化する時もあるんでね。変化する、はい、何に、え、サイリ、サイリ、あー
変身する時もあるんでね。その辺も入ってんだ、うん、はい、あーすごいすごい、いろいろな変が、込められた、ね、うん、なるほどね、はい、そういうのがあるんだな。はい、お聞きいただいてますのは、レオナさんで生きてるだけで偉いよ、うん、はい、この曲はですね、レオナさんの5枚目のシングル「ないない」というシングルに、うん、収録された楽曲となっております。はい、はい、確か通常版と、初回生産限定版に収録されていて、うん、もう一つの方にはまた別の曲が入ってたはずなんだけど、うん、これは通常版に入ってた楽曲となってて、うん、レオナさんはね、絶望系アニソンシンガー、うんうんうん、ハローアンハッピーを掲げて活動している、うん、方です、うん、作詞作曲、この曲のね、作詞作曲を担当している笠村東太さんと話を詰めていく過程の中で、うん、生きてるだけで偉いよって思ってるけど、うん、生きてるだけで偉いよって言わない曲にしたいねって出来上がった曲だそうです、うん、なるほどね、はい、いい曲ですね、うんうんうん、これをね、選んだ理由はね、はい、後で聞いてもいいですか。あ、後で聞いてます、はい、すいません。はい、ペンヘラジオエンディングのお時間です。はい、エンディング早いな。なっちゃん見てなかったでしょ、時間。見てた。嘘。見てたよ。あ、そう。まあ、さっきね、ちょっと途中で切ってしまったんですけれども、はい、このレオナさんの生きてるだけで偉いよ、うん、この歌を選んだ理由をちょっとお聞かせ願えたらなと。うん、これ、この放送流れてる頃には、これ収録だから、これが流れてる頃はもう年末なんですよ、うんうんうん、まあ、ゴリゴリ26日ぐらいかな、うん、予定でいけば、うん、年末だからさ、うん、年末はさ、本当にみんないろんなことあったけど、うん、生きてるだけで偉いよっていうね、そういう気持ちもあったし、はいはいはい、死にたくなる人が多い。ああ、年末は、年末はちょっと死にたくなる人が多い気がする、私。ああ、含め、夏美も含めね、はい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 、なんか今年中に終わらせたいとかさ、なんかちょっと物騒なこと考えがち。人生を終わらせたいと、うん、物騒なこと考えがちだから、うん、まあそうね、いいことばかりじゃないはずだからね、うん、俺は比較的今年は良かったのかなって言えるんだけど、うん、うん、それとは逆にね、今年最悪だったわっていう人もいるけど、人もいると思うし、何がまあね、あったとしても、まあ基本的に、ね、生きてるだけで偉いんだから偉いよと、うん、うん、そしてなっちゃんのね、なんかよく言うセリフで、その人にはね、その人なりの幸せが必ず待っていると、うんうん、と思っている夏は、うんうんうん、だから生きていればね、きっとね、何かしらの幸せがね、うん、来るっていう、そういうこともあって、この曲を選んだ感じかな、うん、だからたどり着いてほしいな、その自分なりの幸せにね、うん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 、きっと用意されてると思うから、信じることを大事だよ、はいはいはい、うんうんうん、で、まあレオナさんのちょっと説明というかさ、これにもなるんだけど、うん、レオナさんね、失恋ソングがね、世の中にたくさんあるのに、うん、なんで絶望した時に寄り添ってくれる歌は少ないんだろうってことにちょっと疑問を持ってて、うんうん、絶望ソングを歌うことを志したそうで、へー、うん、なんか代弁とか共感とかをキーワードに楽曲を制作していて、うん、小学生時代にね、本人が受けたいじめとか、うん、家庭内での葛藤をとかね、自分の経験、自身の経験を綴られている楽曲がたくさんあるんで、うん、基本的にはアニソンシンガーさんなんでね、うん、アニメのオープニングエンディング曲を担当されることが多いんですけど、うんうん、こういったシングル曲に収録されている、うん、なんていうか、別にタイアップしてない曲とかもね、なんか、うん、それこそアルバム1枚の中に入ってる曲の中で、うん、なんかああいいなって思える曲結構あるんでね、うん、結構メンヘラには響く、うん、そうかもそうか、歌をね、うん、歌われてる方ですね、うん、エンディング曲もね、今
メンヘラ城のこのバックで流れてる曲も、うん、がそれこそ、生きてるだけで偉いよが収録されていたナイナイっていうね、そう、うん、曲なんですけれどもね、うんうん、最近ね、夏美さん、レオナさんお気に入りでね、うん、僕が勧めたら聴いてくれて、うん、はい、まあ、メンヘラだからハマっちゃった、はい、ここに なんていうのかな、実体験というか、メンヘラがハマりやすいんじゃないかな、メンヘラに響く曲じゃないかなって言った通りハマってる方がいらっしゃるんで、はい、我こそはメンヘラだという方はぜひ聞いてみてください。皆さんも聞いてみてください。はい、では今年のメンヘラジオはここいらでお開き、はい、今日も元気に病気知る中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。バイバイとかやらないんだ。バイバイ。もう遅いよ。